兄上。どうしたの？今回のタイトル、内燃機関が好きな理由となくならない原因、だよね。そうだよ。それがどうしたの？タイトル前、エンジンの音だけだったよ。あれは？内燃機関が好きな理由が、エンジン音だと思ったから、音だけ聞いてもらいました。音の好き嫌いって、人それぞれだと思うけど。確かにそうなんだけど。ごめん風魔、そして、見てくださっている皆様。今回の話、ほとんど私の主観です。でも、多少は根拠を立てて説明しますので、聞いていただきたいです。いきなり、言い訳から入ったね。本当に、皆様、申し訳ありません。で、どういうことなの？人間が、内燃機関を好きな理由は、音を奏でるからじゃないかと思ったんだ。そうなの？それがダメって人も、少なからずいると思うけど。そうだね。それが騒音として問題視されてきたね。でも、音が出ることは悪いことばかりではないと思うよ。例えば、音が出ることで、車やバイクが近づいてくることに気づけたり、はっきりした音がする中で、いつもと違う音が聞こえれば、異常にいち早く気づけたりすると思うんだ。その話もしたいんだけど、そもそも内燃機関って何？って人もいると思うんだ。そうだね。で、何なの内燃機関って？検索すると、内燃機関とは、シリンダなど機関内においてガソリンなどの燃料を燃焼させ、それによって発生した燃焼ガスを用いて直接的に機械仕事を得る原動機を言う、と書いてあったよ。こういうのとか、こういうのとか、みんな内燃機関でエンジンってことね。で、エンジンの音の話だよ。あ、うん。内燃機関、つまりエンジンが好きな人が多いのは、それから音が奏でられているからだと思うんだ。さっきも兄貴が言っていたように、かなり個人的な意見だと思うんだけど。それは自覚しているけど、少なくとも聴覚の方が視覚よりも記憶に残るらしいよ。そうかもしれないけど、音が出るからみんな好き、とはならないんじゃない。だけど、あの音が車好きになる理由の一つになっているのは間違いないと思うんだ。例えばスパイ映画で、お約束のスーパーマシンが出てくるけど、あのイギリスの高級車のガソリンエンジンの音じゃなかったら、あんなにテンション上がらないと思うよ。レースや自分が運転する時だって、あの音がなかったら楽しめない気がするんだよ。確かに音は楽しみの一つかもしれないね。そうでしょ？車が好きな人は、その見た目や映画の演出で好きになったと考えているけど、あの音がなければ、あの見た目にも、あの演出にもならないと思うんだ。いや、見た目と音はそんなに関係ないでしょ。ところが、関係あるんだ。なぜなら、あの音を発しているのはエンジンだからだ。車の構造は、車の脳であるエンジンが決めることが多い。また、デザインするときに、この車からこんな音がしてほしいって考えてデザインしているはずだよ。そういったことは、車好きにスポーツカー好きが多いのに関係していると言える。スポーツカーは搭載されるエンジンの思想をそのまま反映したデザインになる。つまり、スポーツカーの見た目が好きということは、その車の音が好きということにならないだろうか。全く当てはまらないとは言わないけど、今回、内燃機関が好きな理由だよ。スポーツカーに限ったことじゃないと言わせてくれ。船舶、航空機、トラックなどは、燃料の燃焼または爆発という鼓動が発生する。内燃機関は、この鼓動と自分の鼓動が共鳴する気分を与えてくれる。これによって操縦者や乗組員は、そのマシーンとの一体感を得られるんだ。エンジンとの100年以上の付き合いから、この共鳴と一体感の快感を、もしかしたら遺伝子レベルで人類は記憶しているのではないだろうか。だから、人類は内燃機関をやめられない。やめたくない。兄上？大丈夫？大丈夫だよ。多分。で、内燃機関、エンジンがなくならない原因って。というか、兄貴の願望は、もう行っちゃってる気がするんだけど。行っちゃってるのは、
否定できないけど、内燃機関がなくならない原因ははっきりしているよ。さっきも言ったけど、100年以上の付き合いが原因かな。それでご飯を食べている人があまりにも多くなってしまったんだよ。そうなの？意外と周りの人は車関係とかじゃないけど。これも先に言ったけど、内燃機関って車だけじゃないし、その部品とか材料とかエンジンの関係の仕事ってすごく多いんだよ。エンジン本体だけでなく、その動力を変速したり減速したりする歯車系の部品もエンジンとは切り離せない業界だから、突然内燃機関がなくなったら想像以上の会社や人が困ると思う。でも内燃機関、エンジンが環境に優しくないという話もあるよ。だから変えようという話がずっとされているんじゃないの？それもずっとメーカーはやってきたんだよ。それが燃費やリサイクルといった形で現れてきている。そうだろうけど、まず車からということで、前回のような電気自動車の話が出てきたんじゃないの？それについてだけど、確かに電気自動車を使った方が良い国とか地域はあるんだよ。でもいきなり全部を変えてしまうのは、発電方法とか働いている人の関係で必ずしも正解ではないんだよ。もっと言えば、電気自動車を作ろうとしている会社とも共存できるはずなんだ。車に限らず、内燃機関から取り出せる電気を上手に使うという思想は最初からあるんだ。だから電気自動車などのための電池の改善は、エンジンを使う機械の改善にもつながるんだ。電池を積んでいない内燃機関の乗り物は多分ないよ。だから電池がたくさんの電気を貯めれて小さくなるのは、内燃機関の改善と高性能電池の市場の拡大につながるはずなんだ。両方でみんなで改善は続けていける。そういうことだね。